同じゲーム性で同じ内容であったとしても UI やフォントの使い方一つでターゲット層を変えることができます。例えば同じ機能を表すものでもクールにすれば大人もプレイできそう、可愛い系を演出してみるとか、恐怖ものっぽく明るく派手な感じ、電脳世界のような和風、西洋風、中華風、アジアンとか、キャラクターや背景をデザインするのに比べ単にフォントを変え、それが世界観の構成につながるのであればそれは楽ですね。まあフォントごと一から作っていることもあるのであんま楽だとは言い難いこともありますけど、実際には背景の壁紙要素やアイコンなどもセットで考えるものですが、それでも世界の雰囲気を形作る効果は絶大、見やすさを維持しつつ積極的にデザインすべきかと思います。フォントも UI もその世界を作るものです。いや、世界をパッケージングするというものに近いかなと。フォントだけではなくその色合いや装飾も大事かも。今は全体的にスッキリ傾向が好まれる時代の印象がありますが、フォントにも注目していきましょう。